2020年4月13日、トヨタは新型ハリアーを発表した。4代目にあたる今回の新型では、車のポテンシャルだけではなく、より流麗で優雅なデザインへと進化した。新型ハリアーはここが変わった。拡大写真などをフォトギャラリーで見る。新型ハリアー、4代目と先代ハリアー、3代目を部分ごとに写真で比較をしながら、デザインはどのような変貌を遂げたのか、追加された機能などもチェックしていく。